バリーナ5ドアハッチバック大ウ、カロスの OEM であるバリーナとは、GM 傘下のホールデンがオーストラリアとニュージーランドで発売している小型ハッチバック、または小型セダンである。自社開発ではなくすべて他ブランドからの OEM ないし、バッジエンジニアリングモデルを輸入し販売している。初代スズキカルタスのバッジエンジニアリングとして登場した。初代同様、2代目、スズキカルタスのバッジエンジニアリング社を継続。3代目は、ドイツのオペルからスペインで製造されるコルサ B に変更。3代目、同様、オペルから OEM 供給を受けたコルサ C。2008年にオーストラリア・ニュージーランド政府が発行した中古車の安全性ランキングにおいて平均以上と格付けされ、ANCAPの衝突安全テストにおいても5つ星中4つ星を確保している。急成長するオーストラリアの小型車市場で競争力を保つため、ライバルの一台であるヒュンダイゲッツと同じ韓国製である GM、大ウのデウカロスデウジェントラ X に切り替えられ、12,990 オーストラリアドルという安価な価格設定を実現したが、その結果ANCAPの衝突安全テストでは、先代より低い2つ星となってしまった。2006年にバリーナ初のセダン仕様が登場。供給元は、ハッチバック同様 GM 大ウで、ベースは、デウジェントラ。なお、ジェントラは、もともとカロスセダンの後継として登場したため、同じ5代目バリーナでありながら、韓国本国市場では、新旧扱いとなってある。2008年8月にマイナーチェンジが実施され、各種安全装備、高張力鋼を採用して構造が見直されたボディによりANCAP衝突安全テストで再び4つ星を獲得した。2011年7月メルボルンで開催されたオーストラリアインターナショナルモーターショーにて発表。5ドアハッチバックが同年10月から、4ドアセダンは翌2012年に2月に追加された。内容としては3代目シボレーアベオとほぼ同じであり、すなわち、同時期に日本市場にも導入されたシボレーソニックとホールデンのバッジ類などを除いてほぼ同じ車両となっているが、マニュアルトランスミッションや 1.4 リットルターボエンジンを搭載する RS も選べるなど、グレード展開がより充実している。ありがとうございます。